ってきてね、大聖堂に行くってまた出てったぞ。誰かと待ち合わせをしているんだって。あとに俺たちもグリーマレーブ大聖堂に行こう。大聖堂のエリアワードは確か。大聖堂はマクアヌのカオスゲートから行くんだったな。繋がっていたからね。もう一度旅団を作ろっか。私と長谷尾の二人でオーバーを探すの。時雄さん、私帰ります。え、アトリどうしたんだ。急に出てったの？シノさんの意識が戻ったのなら、私はもういらないかな、なんて。長谷尾さんはシノさんを治すために頑張ってたんだから。あ、扉が開いた。誰か出てくるぞ。隠れろ。こんなところで何してんだよ。いや、その奇遇ですね。なんて。ほら、行くぞ、アトリ。
さん？いいから、ついてくりゃいいんだ。ボンドが、いい感じになりそうだな、あの二人。さてさて、俺はタウンに戻るか。アトリはハセオとどこかに行ったからこれでいいんだよな。ハセオはシノが好きなんだとばかり思ってたけど、余計なお世話か。よし、グランホエールに戻ろう。マクアヌの中央広場に行こう。シノたちの石像が光ってる。私も頼んでいいかな。オーバーをお願い。あー、やっと元に戻れたぞ。シノが復活した。あとはオーバンか。よし、グランホエールに戻ろう。
オーバンのさ。まずはマクアヌのカオス。この子は確かハセオとオーバンが戦ってた時、台座に座ってた女の子だよな。あなたはタキオタ。そうだけど、用件は？このエリアの奥まで来てください。そこでお話しします。あ、行っちゃった。なんだかよくわからないけど、とりあえずマクアヌのカオスゲートからエリアに行こう。ソロ派なんだがな。さあ、冒険開始だ。
りしたやつだ。ジメジメしてるな、気持ち悪い。
Yeah!
ができないものはない。あんたがいたから今までやってこれたんだよ。しまったみたいだ。追いかけよう。冒険らしくなってきた。あのさ、オッケー。さすがうっそー。
ありがとう。さすがですね、時男さん。私のことご存知？アイナだよね。そうです、私はアイナ、オーバンの。私はとても長い間眠っていました。そうか、オーバンの目的はアイダによって意識不明になったこの子を救うことだったんだ。とにかく回復してよかった。よかった？何がよかったんですか？兄は意識不明の重体で生死の境をさまよっています。え？あなたは長谷尾さんと近しい存在だった。あなただけが長谷尾さんを制止できたはず。それなのに、なぜあなたは兄さんを救ってくれなかったの？このザワールドは私が兄さんと会える唯一の場所だったのに。こんなゲームなんか、兄さんのいないザワールドなんか、
なくなってしまえばいい。兄さんを失うくらいなら、私は間を通じて兄さんと一つでいたかった。その方がずっと幸せだった。アイナ、あ、なんだ、体が。これはアイナの記憶、心の奥に眠っていたアイナの記憶だ。貴様はアイナを意識不明にしただけでなく、俺から何もかも奪ってゆくのか。時間がない。いや、初めからこれしかなかったのか。もうすぐここに俺の死神がやってくるだろう。俺の死と引き換えに祭壇が発動し、そしてアイナ、お前が蘇る。お前はきっと一人取り残されたことを嘆くだろう。俺の死を悲しむだろう。だがこれこそが今の俺の望みうる最良の結末だから、アイナ、笑ってくれ。お前が再び笑顔で日々を過ごすことこそが。手段はどうであれ、オーバンは君を救ったんだ。オーバンは君に生きてほしかったんだよ。私アイナ、いつか立ち直れるといいけど、ここにいても仕方ないか。タウンに戻ろう。犠牲にしてアイナを治した。でもオーバン、本当にこれで良かったのかな。グランホエールに戻ろう。